マカオいいとこ一度はおいで、マカオ散歩チャンネル、ソンツンです。今日はですね、これ前にもですね、行って一度動画では投稿したやつではあるんですけれども、外資ですね、市場の中のフードコートになるんですけれども、まあ、あの時はですね、デザートの方もですね食べたガキで終わったんですけれども、今日はちょっとですね、本当に食事ということで、もう一度、あそこへ行ってみたいと思います。ではまたヤオホンの市場まで、来ましたので、早速これからねフードコートの方を、覗いていきたいと思います。選んだのはですね、この店にあるんですけれども、お皿の上にご飯を乗せてくれて、で、おかずをですね、合計4種類ですね、なんか肉が2つ、お肉類が2つで、野菜類が2つ選んで、合わせてね24パタカになります。まあそうですね、だいたい300〜350円ぐらいの値段になると思いますけれども、まあどういう料理を選んだかね、またこれから皆さんに後でお見せします。選んできたものを皆様にお見せいたします。そこに言うですね、ぶっかけ飯みたいなもんなんですけれども、下にご飯がね、あるんですよ。スクランブルエッグ、それから白菜の炒め物、インゲンかな、はい、あとですねポークソテー、そしてこちらがチキンですね。まあ、この店もねもうすぐ営業時間が終わりになるみたいなので、ちょっとだけねなんか おかずをちょっとたくさんなんかおまけしてくれたようなみたいですけれどもね、はい、合計で24パタカの、まあ、約300〜350円となっております。じゃあ早速いただきましょう。それではねこれから早速食べていきたいと思います。いただきます。まずはですねポークソテーからいこうかな。非常にねシンプルなお味ではあるんですけどね、なかなかね柔らかくね焼いてくれてるんで、非常に食べやすいですね。野菜もねまあまあ種類がありますのでね、健康にもね、いいと思います。ご飯はねやっぱり日本のコシヒカリとかじゃなくてね、このタイ米っていうんですかね、ちょっと細長い米ではあるんですけど、そんなに抵抗なく食べれるとは思いますけどね、独特のねタイ米の香りっていうのはねほとんどこれしてませんね。ずっとね今3時ぐらいなんですけれどもね、そこが大雨だったんでね午前中だから、お昼の時間ねかなりずらしてね今3時なんですけれどもね、非常に、この店がね開いてくれてよかったです。大体ねここ2時ぐらいで結構閉めちゃったりするんですよね。これも来てね開いたんで本当に助かりました。好きなチキンですね。非常に香ばしくてね、これもまたご飯と合いますね。テイクアウトも可能でありますのでね、天気の日とかはね実際テイクアウトして公園とかどっかでね食べるっていうのもねありかもしれませんね。結構ねよそのレストランとかに行くとねチキンとか骨がついたままになってるのよくあるんですけど、ここはね
そういうところはね骨外してくれてるんで、うん、すごい食べやすいです。最近この豚肉がね結構なんか値段が上がってるんですよね。新型コロナの影響でね、あの豚肉がねなんか値段が上がってるんで、最近は食べてなかったんですけどね、久しぶりに食べてみてなんかいいですね。料理の種類なんですけれども、これね、大体いつでもね普通にほとんど同じなんですが、だけどなんか数種類だけはねなんか日替わりなのか週替わりなのか、まあ、月替わりなのか分かりませんけれどね、たまにね数種類ほどあの変わってる場合もねあるみたいですね。インゲンが美味しいですね。インゲンすごく柔らかくねこれ煮込んであってね、非常にこれあんまり僕インゲンってそんなに好きじゃないんですけれども、これすごい食べやすいですね。前のねあの外資のグルメでも説明しましたね、この妖怪外資って結構ねあの世界遺産とかが全然離れているエリアになりますので、ね、まあ、ここに来るときはやっぱり、うん、そうですね、タクシーが一番いいかなと思いますね。路線バスねいっぱい出てるんですけど、うん、だからちょっとマカオの路線バスのねあの案内とかもこのチャンネルでできればなと思ってるんですけども、まあ、あのマカオってそんなにあの広いエリアじゃありませんから、タクシーに乗ってもね料金はまあ知れてますのでね、タクシーでどのように行ったらいいのかとかね概要欄にも書きますけれども、でここ食べ終わってねあのまたホテルとか戻るときもねタクシーいっぱい結構この辺りありますのでね、店のねマスターがねなんかインゲンをねすごくなんか勧めてくれたのでね、まあ試された気分でね、選んでみたんですけど、すごく柔らかい、さっきも言いましたけどね、すごく食べやすい。非常にあの、どれもね柔らかく煮込んだり焼いたりしてくれてるんでね、ほんの少しだけちょっと脂っこいかなっていうところがねあるんですけれどもね、まあそんなに気にはならないと思います。まあでもこのヤオハン一帯で日本人を見かけるのはまず今までなかったと思いますけどね。だけありましたかね、たまたまねヤオホンに用事があって来たことなんで、なんかバックパッカーらしい日本人の方をね男性で見かけたことが1回だけありましたけどね、うん、まあ、中国との国境にも近いですからね、たまなんかうろうろされてるような感じだったんでね声はかけませんでしたけどね、なんか迷い込まれたような感じではありましたけど、まあ、もしかしたらねネットとかあのブログとかでね、うん、このヤオホンっていうところがフードコートがおすすめですとかね、そういう風にもしかしたら、書かれてる方もいらっしゃるのかもしれませんね。ヤオホンのフードコートもですね、結構香港の人とかもねあのマカオに遊びに来て、うん、まあ立ち寄ってくるっていう方も、ね、結構多いらしいですよね。多分香港ではねテレビとかでも紹介されてるとは思うんですけれども、チキンが一番好きですねここのお店ではね、普通にねこのチキンだと日本でもね絶対にある味ですね。ではラストチキン一口、ごちそうさまです。それではですね再びあのこのヤオホン外資のフードコートで行けですね、まあ、前回はあのデザートだけでしたけれども今回はですね、食事をしたと、またね、別の市場のフードコートもですね、
これから取り上げてね、いければなと思います。では今日はここまでということに、します。マカオお散歩チャンネルソンツンでした。ありがとうございます。ご視聴どうもありがとうございます。マカオ散歩チャンネルソンツンでした。このチャンネルではマカオの街並みや風景、あとマカオのグルメ、そして私の独り言なんかを動画に寄せて発表していきますので、それを通じて、マカオに興味持っていただいたり、もしくはマカオにお越しになっていただくきっかけとなれば非常に嬉しい限りで、ございます。ではチャンネル登録して私と一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。ありがとうございます。